はい、こんにちは。パーカーションの高見です。今回はスレーベルの鳴らし方、鳴らすコツについて解説していきます。過去にいくつか動画出したことあるんですけれども、改めて最新バージョンという形でお届けします。まず簡単にこの楽器の種類がありますので、これを説明してから演奏方法について解説していきます。はい、お店ネットでといスレーベルを探すと、大体どこのメーカーでもですね、この銀色の鈴か、金色の鈴。はい。 このどちらかあるいは両方だと思われますで。この鈴の数はシンプルに音量だと思ってください。鈴の数が多ければ多いほど音が大きいというイメージで大丈夫です。で、お店で実際に鳴らして、こう比べられるのであればそれがベストです。はい。比べてみてね、あ、この音いい音だなっていう感じで選んでいただければいいんですけれども、えー、比べられない場合とか、ネットで購入する場合どういう違いがあるのかっていうのをね、簡単に説明していきます。 まずこの銀色の方。はい。これは鈴が鉄、スティールでできておりまして、特徴としてはかなり明るくはっきりくっきりとした、リーンとした、ねえー、音です。いわゆるクリスマスのジングルベルの音といったら、これを聞くことが多いかなと思います。はい。じゃあ、大したこの金色はどうかっていうと、 音の違い分かりますか若干さっきの鉄よりも落ち着いた感じの音、えー。いい意味で枯れた音っていうかね、あんまりこう派手すぎない音になっています。これはこの鈴が合金でできておりまして、主に亜鉛とか銅とかね、いろいろ混ぜた金属でできておりますので、まあ、複雑な倍音を鳴らすことができます。で、この黄色の方は、こっちも黄色なんですけど、はい。 この金属の割合、まあ、ちょっと難しい話なんですけれどもどれぐらいね亜鉛が入ってるのかとか銅が入ってるかによって音がかなり変わりますのでこの黄色に関してはね実際に鳴らしてみないとちょっと何とも言えないっていう感じですねこっちはかなりね倍音豊かで荘厳な感じというか神秘的な感じだと思うんですけども こっちは割とこの鉄に近いというか、リーンというね、えー、はっきりとした成分が強いといった感じになりますので、この金色を選ぶ場合はですね、結構ね、慎重に選ぶ必要があります。はい、ではここからはスレイベルの演奏方法について解説していきます。演奏方法は大きく3種類ありますので、どれか使えそうだなと思ったやつを練習していただければと思います。はい。じゃあまず1つ目いきます。これが一番簡単です。そして一番よく見る形だと思います。 片手でこのようにスレーベルを逆さに持ってもう片手で軽く叩くはい軽くねドアトン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 ノックするくらいの感覚で構いませんのではいこのように演奏しますはいでたまにですねこの叩く位置この手首をね こうやって叩いてるかたまーにいらっしゃるんですけども、これね、手首痛めるからやめた方がいいですよ。はい。普通にこのね、グリップの真上で、はい。これで大丈夫です。はい。この真上叩いた方が、このアタックのインパクトが直に伝わるので、大きくずれることなく、キれよく演奏することができますで。このスタイルの特徴は、とにかくキレがいいということですね。あと実は、 この鈴の音以外に、ここを叩いているアタック音も若干鳴っているので、若干低い音がクックックって鳴っているの分かりますかねはい。このアタックが入ることによって、かなりリズムが明確になりますので、このシャン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 でね、はっきりとリズムを刻みたいときなんかは、やっぱりこの奏法が適していると言えます。はい。では続いて双方の2つ目です。 今このように逆手でもって片手ではいこのように振って鳴らしますはいこっちは逆にあんまりアタック感を出したくないよっていう時に向いてるかなと思いますねなんかこう遠くで鈴の音が聞こえるみたいな鈴の音が鳴ってるのかな みたいな感じでやるとよろしいのではないかと思います。あと片手だけしか使わないので、もう片手でね、なんか他の楽器を鳴らしたり準備したりするっていうことがね、メリットかなと思います。で、こっから、アタック感出したいぞってなったらね、例えばもうね、これでもいいですね。どこかに当ててあげれば、こう、当たった時のインパクトの音は若干鳴るので、アタック感を出すことができると。 まあ座ってるのであればね、別に太ももとかでも、構いませんっていう感じです。若干痛いんですけどね。はい、では最後、三つ目の奏法です。これがおそらく一番難しいかなと思いますので、できそうな方はやってみてください。このように順手で持って、一発だけ、はい、このように鳴らしたり、あるいは、はい、このように鳴らしたりする奏法になります。これはまあご覧の通りなんですけれども、若干こうね、 スレベルを回している、回転させることによってこのように鳴らす奏法です。はい、やり方としては肘から先の腕前腕をですねこのように回すような動きこれ海外と言いますけど海外させる動きを使って演奏します。 中指、薬指、小指を一つの塊と思ってこのようにまとめていただいてこの三本指でこう自分の、ね、顔をパタパタと仰ぐような動きをやってみてください。はいで。この時このように肘から先っていうのはちょっとくるくると回るような動きをしますのでこの回転力 <laughs> このキレを利用してこのままスレーベルを持って 体の動きとしてはこういういい動きをしていますはい、これ軽く握った状態で回すときれいよく演奏することができますでさらにこう海外でちょっとクイッと回す際にですね若干握る本当に気持ちで構わないんですけどもはい非常に伝わりづらいと思うんですが回しつつ 若干握り込む。はい。そすると一発だけこうシャーンとね、鳴らすことができると思います。えー、こう、慣れないうちはね、こう、こうあっちゃこっちゃいっちゃったり、なんか余計にシャラーンとかなってしまったりしますけれども、こう一発だけ綺麗よく鳴らせるようにじっくりと練習してみてください。 はい。というわけで今回はスレイベルについて解説いたしました。演奏方法3種類あったと思うんですけども、それぞれね、実は楽器のなり、鈴の鳴り方っていうのが変わってきますので、よく音を聞いて、楽曲に合ったやり方を選択していただければと思います。はい、今回の内容、面白かったよ、参考になったよという方、ぜひシェア、拡散していただけますと大変嬉しいので、よろしくお願いします。また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーターさんも大募集しております。 このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご参道をご支援いただける方がいらっしゃいましたら、概要欄を見ていただいて、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しいので、よろしくお願いします。また、毎週日曜日には YouTube Live を使ったパーカッションのワークショップというのをやってますので、よろしければそちらも参加してみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。